前田です。今日はですね、永瀬智也さんと久保塚洋介さんお二人の2024年のファッション特集。過去に遡って若かりし頃の写真とかをファッションチェックさせていただいたことはあるんですけど、今回はこの2024年のねファッションを見ていこうかなと。お二人とももう40代になっておりますから、いい味の出たねお二人のファッション見ていこうと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで本日は永瀬さんと久保塚さんですけども、まず永瀬さんからいきます。1枚目こちらです。ギターと共に撮られた写真になっております。赤キャップにシャツの一番上と2番目のボタンだけ留めるスタイルで、インナーに白 T を着られていると。西海岸のスケーターを思わせるようなスタイリングになってますね。このシャツの一番上のボタンだけ留めるスタイルっていうのは、90年代に台頭したメキシコ系アメリカンのギャングライフを表すスタイルということなんですよね。なあ、もちろん今ではギャングじゃない人も同じようなファッションとしてねスタイリングされてるんですけども、この永瀬さんも相変わらずのかっこよさですよね。文句なしでしょ。完璧です。スナップバックの後ろかぶりのデコの見え方って、人によってはなんか嫌やなって思ったりする人もいると思うんですけど、永瀬さんかっこいいよね。横から垂らしたロン毛とサングラスも最高やん。ただこれが似合う人ってなかなかおれへんからね。さすがですよね。次です。バイクにまたがった永瀬さんになっております。オールブラックスタイルに赤のスニーカーを差し色で入れてると。ビーニーはチャレンジャーというブランドのものなんですけども、チャレンジャーもずっと着てるイメージですよね。ブランドが2009年に立ち上げられたんですけども、そこからずっと着てるかな。このチャレンジャーというブランドは、元プロスケーターの田口さんという方が立ち上げられたブランドでして、コンセプトがですね、アメリカンガレージということで、車だったりバイク、スケボーなんかが背景にあるブランドなんで、永瀬さんにぴったりなブランドですよね。田口さんとかとゆかりがあるんかなとは。ちょっと詳しく知らないんで、ご存知の方はコメント欄までお願いします。にしてもこれレザージャケットなんですかね。渋すぎるね。次です。ベルベル人での一枚になっております。トップスが本人のものではないということなんですけれども、チャンピオンの後付けフーディーで USNA とプリントがフロントにされているものになっております。この写真インスタグラムから引用させていただいてるんですけども、そのインスタにはランタグというハッシュタグがついてたんで、おそらくかなり昔のものなのかなと。そのランタグというのが昔のチャンピオンに付けられてたタグなんですよね。同じデザインのものが国内の古着屋さんで238,000プラス税で売られてますんで、すごいよな。昔のチャンピオンめっちゃ高いもんな。やろうな、ほんまに新品買った方が安いやんっていうぐらい、チャンピオン今値段めっちゃ上がってるからね。この希少価値はもちろんのことながら、めちゃめちゃかっこいいね。ジャニーズ退所してからのワイルド永瀬さんがたまらなくかっこいいよね。やろうな、男が好きになるタイプのファッションであり見た目であり、いや一般的には受け悪いやろうけど、永瀬さんがやってるからかっこいいっていう見え方したりはすると思うんだけど、気になるね。ここから、久保塚さんの方に移りたいと思います。1枚目こちらです。トム・ブラウンでの PR での1枚になっております。めっちゃ似合ってんね。めっちゃ似合ってる。このブルーのワントーンスタイルとトム・ブラウンの上品さが久保塚洋介さんとの化学反応を起こしてるなと。キャップの斜めかぶりも効いてるんよなこれね。若干の代名詞感ありますからね、久保塚洋介さんの斜めかぶりといえば。昔からしてる印象ですけども、ほんま振り幅広いし、どれでも着こなせる印象よな。永瀬さんは自分の好きなスタイルだけを突き進んでる印象ですけど、久保塚さんはいろんなブランドとかいろんなスタイルを取り入れて自分に落とし込んでるというような。そうやね、昔の若かりし頃の久保塚さんには出せない雰囲気がこの年になって出てるなという。めっちゃかっこいいよな。次です。こちらタトラスのリゾートスタイルになっております。
ハットとシャツがリゾート感満載なスタイルになっておりまして、そこにナイロンパンツとスポーティーのり強めなボリュームシューズですね。このマウンテンシューズっぽいフォルムとこのスニーカーの配色自体はちょっとダサかっこいい感じやけど、抜け感出てるし、これおそらくシャツとかがタトラスなんですけども、このタトラスという高級感をいい意味で払拭されてるなという。なあ、久保塚さんっぽいよな。キメキメにしすぎない、どっかに抜け感を入れるみたいなね。リゾートにいる男性の理想像じゃないですか、この感じで言うと。沖縄とかハワイとかグアムとか、そういう南国どこ行ってもモテるでしょ。はい、久保塚さんやからなのかもしれないですけどね。40代男性がなかなかピンク混じりのさ、この色のシャツ着てるってなんか一般的にはあんまりないやんか。ただまあそんな一般的なんて言葉はもう通用しないのが久保塚さんですから、完全に久保塚さん色に落とし込まれてますね。次です。こちら東京バイスというドラマでの久保塚さんなんですけども、1990年代の東京アンダーグラウンドが舞台になっておりまして、ヤクザが支配する暗黒世界に入り込むアメリカ人の日本記者を描いたドラマとなっております。ドラマの告知じゃないですからね。こちら久保塚さんヤクザ役で出演してるんですけども、こんな役も似合うんやなと。うん、こういざなってみればそれはまあ似合うわなっていう感じなんやけど、普段のスタイルからはあんまり想像もつけへんやん。俳優さんやな。このいかにも悪そうなストライプのスーツに白髪混じりの短髪がめちゃめちゃ似合うよな。和彫りの入れ墨が描かれてるんですけども、すごい雰囲気ですよね。あるな。これ今までの久保塚さんじゃなかなか見られない雰囲気かなと思うんですけども、 IWGP でのギャング役はあったけど、この和風の悪い人のスタイルっていうのは年を重ねた今しか出せない味なのかなというところですよね。キングじゃ無理やね、これはね。最後です。柄物合わせは今も健在というようなスタイルなんですけども、過去にもね、久保塚さんのファッションチェックさせていただいた時に柄物合わせの話とかさせていただいてるんですよ。うん、40代の今も健在というところですね。ペイズリー柄のハットに総柄のシャツを合わせられておりまして、おそらくハットもシャツもシュプリームのものなんですけど、こんなかっこよくシュプリーム着こなす40代なかなかいませんよ。しかも完全に久保塚洋介オリジナルスタイル出てますからね、これね。このパンツ渋丈仕様とそれに合わせた B さんスタイルなんですけども、こんなんね、普通やったら休日の洗車スタイルになりかねえないんですよ。はい、うん、なんでこれでこんなかっこよくなんねんと、うん、疑問が浮かんでしまいますけども、20代の時のシュプリーム着てた感じをそのまま40代まで引き伸ばしたという感じの遊び心とかも感じられるし、そうやな、うん、そうやろな、これかっこいいのはちょっと反則ですよ、うん。ということで今回は久保塚洋介さんと永瀬智也さんお二人ご紹介させていただいたんですけども、ほぼレジェンド化しつつある。レジェンドですか、うん、なんか男の憧れやん。二強やん。あーせん、確かに確かに、何歳になっても惹かれるし、何歳になっても憧れるものがあるよな。ここにはいっぱいおるね、群を抜いて。確かに2人ともやっぱ高身長っていうところがあるよね。久保塚さんといえば、最近息子さんの久保塚愛流くんがうちの店に来てくれまして、ちょっとした撮影で来ていただいたんですけども、何の撮影かはちょっと今止められてるんで公には言えないんですけどね。またこれもどっかのタイミングで報告しましょうか。久々に今度ね、著名人のファッションチェックさせていただいたんですけども、この人もやってよ、あの人もやってよっていうコメントが最近ないからさ、皆さんコメントでこの人やってください、あの人やってくださいという、どんどんコメント欄までよろしくお願いします。ということで今日の動画ありますんで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。